はい、どうもこんばんは。そういえば昨日東京で雪降ってたんですか？雪見ました？僕見てないです。午後雨降ってたじゃないですか。まあ雨は見たんですけど、雪でした？みぞれじゃないんですか？寒いなぁとは思ったんですけど、まあ僕は雪を見ることはできなかったです。はい、ということで、まあ今日なんですけど、まずはじめに、こちらの質問、コメントに、答えていこうと思います。こちらをご覧ください。私も、収益化した YouTuber になりたいということで、ぜひなってください、今すぐ。たまーにこういうコメント、質問もあるんですよ。どう映ってます？毎日楽をして動画を上げて、ね、チャラチャラ話してお金をもらってると。ね、そう映るんだろうな。これ前にも言ったんですけど、僕ぐらいの再生数だと生活できないですよ。生活なんか全然できないですよ。多分ね、こういう方って、ね、YouTube の収益でさ、なんか買ったりしてるんだろうみたいな、こういうの。全然全然。俺自腹で買って、自腹って当然なんですけど、自分で買ってるから。こういうのも嘘ですからね。こういうの、こういうの。あ、嘘っていうのは、これは本当ですよ。この金。金。金。ちょっと置きますね、携帯。金は本物です。金はもちろん本物です。はい。お金は本物なんですけど、YouTube の収益じゃないんで。ね、僕ふざけて、お金入ったぜ、みたいな。YouTube やろうぜ、みたいな。全部嘘ですからね。ねえ、例えばさ、こういうのも来ますからね。どうします？ね、これ Twitter にね、もう上げてあるんですけど、ね、こういう気持ち悪いストーカー。なんか、今年始まってからさ、ね、今二人ストーカーいるんですよ、僕の。まずこれ。これと、あとね、こいつが、まあコメント書いてきたついで、まあタイミングで、YouTube のコメント欄にも、これ3本目か4本目の動画だったと思います。なんかこういうやつ。同一人物かわかりません。ただ現れました。なんかこういうの来たらどうします？皆さん。めんどくさくないですか？ブロックしません？まあ僕はブロックしないですけど。だって病人じゃん、こいつら。かわいそうじゃないですか。ねえ、YouTube ね、毎日ネタ考えないといけないじゃないですか。僕3年間やってるんですよ。あなたできます？まずプライベートやら、なんかね、休みたいやらあるわけじゃないですか。YouTuber やインフルエンサーって、1日や2日休むと、給料入ってこないですよ。給料イコール再生数です。再生数取れないですよ。だってそうじゃないですか。普通に、ね、世間で会社に勤めてる方いらっしゃいますよね。ね、会社でさ、タイムカード押せば、そこからもう給料発生してるんですよ。でも、YouTuber やインフルエンサーって、まあ Twitter など、インスタ、まあ TikTok、まあ YouTube でもそうなんだけど、動画を上げないと、何かを発信しないと、ゼロですよ。ゼロですよ。今月給料が良かった。じゃあちょっと来月サボろうか。ゼロですよ。動画上げないと。何かを発信しないと。ね、動画上げたところで、ね、自分だったら、毎日1000ぐらいか。1000ぐらいは再生数取れてんだけど、上げなかったらゼロだ。で、例えばね、この動画を、まあ、今日上げるんだけど、再生数500とか、半分になっちゃうかもしれない。それわかんないもん、ほんと。ね、どこの誰がね、ご覧になられてるかわかんないですもん。まあ、登録ね、してくれてる方がね、毎日見てくれてるとは限らないわけじゃないですか。ね、あ、今日ちょっとダリーナみたいな、今日寝ちゃった、みたいなね。たまにはさ、他のチャンネルもご覧になられますよもんね。ですよね。そりゃね、一本の動画で何百万再生とかね、取れれば話は変わってきますよ。話が変わってくるんですけど、僕ぐらいだと、生活はできないです。これ前にも言ったんですけど、何もなければ、光熱費やらさ、携帯代やら、保険やらさ、家の家賃とかさ、そう、引かれるものがなければ、いわゆる食費だけですよね。食費だけでしたら、そりゃ生活できますよ。YouTube だけでも。そう、YouTube だけでも生活できますけど、普通には無理です。家賃払って、光熱費、携帯やら、保険やら、あ、無理です。そんな感じになります。まあ、それでも、まあ、何かやるっていう
行動力はいいんじゃないですか。わかんないですけど。僕今の時代無理だと思うんですよね。まあ何日か前にも紹介したと思うんですけど、YouTube ってさ、調べましたよ。今、登録者数500人なんですよね。去年の8月か9月からですよね。確か収益化の条件が今まで1000人だったんですよ。今まで1000人で動画の総再生時間が、4000時間ないと、まあ審査受けれなかったんですけど、今って500人ですよね。楽になったって思うんですけど、その500人が遠いんですよ。再生数っていうのは、どんな面白くないくだらないクソ動画だろうが、上げ続けると、クリックされるんですよ。どこかの誰かは。ね、たまたまクリックした。まあ消したでもいいんですけど。まあそれでも再生数1とか2とか、まあカウントされるんですけど、登録者数っていうのは、なかなかきついですよ。僕も思いましたもん。少し話しましょうか、YouTube の。僕ね、とりあえず、まあ、YouTube やる前に、まあ、パチンコ屋さんで働いてたって言ってるじゃないですか。で、パチンコ屋さんで働いてた時に、YouTuber って人気ありましたよね。誰かはわかんないですけど、まあ、テレビをつけても、なんか YouTuber だ、みたいな。ね、人気あったと思うんですけど、で、俺もこんなもんいけるだろうと。誰でもこんなんできるでしょ。動画で、ね、動画撮って適当に上げればさ、勝手に伸びんじゃねえの、みたいな。はい、金入ってきた、みたいな。って思ってたんですけど、現実は甘くねえから。ですよね。僕、編集一切やったことない人ですよ。そう、周りの、パチンコ屋さんで働いてた、まあ、スタッフも、もう、編集なんて、ね、やらないんですよね。パチンコ屋さんで。だって業務いないじゃないですか。スタッフのシフトと、島津、パチンコ店、まあ、スロット店に、勤めてたことがある方なら、わかると思うんですけど、ね、パチンコ台ですよね。例えば、あそこに、花の刑事、エヴァンゲリオン、北斗の剣、海物語みたいな。要は、機種の配置とか、ね、しかやったことないんですよね。だから、編集やったことありません。どうしたかと言いますと、僕、YouTube で全部調べましたから。はい。YouTube で、まあ、時間あったんで、とりあえず、上から全部見ていきました。あ、検索ですか？YouTube、編集の仕方とか、PC 版、パソコン版、編集の仕方教えてくださいとか、まあ何かワードを入れて、ずらーっと出てくる動画を、とりあえず聞くっていう。そう、上からずーっと流してって、ひたすら聞いてたっていう。そこからですからね。で、とりあえず、まあ何本か上げるじゃないですか。何本か上げて、もう全然伸びないんですよ。僕3ヶ月で、登録者数が、僕何人でしたっけ ?20 とかでしたよね。20とか多分30ぐらいだったんじゃないですか。で、1ヶ月経過して、1ヶ月で僕、初めの頃、7本上げてたんですよ。毎週上げてまして、1ヶ月で30本ですよね。30本上げた時に、もう全然伸びなくて、開き直ったわけじゃないんですけど、あ、こんなもんなんだと。誰もさ、動画作っても反応してくれない。まあ見てくれない。クリックされないっていうことに気づいたんですよ。うわ、難しい。きつい世界だよな、これ、みたいな。普通に働いた方が、まあよっぽど楽だなと思ったんですけど、辞める理由なかったんで。そう、別にね、YouTube を、まあ今すぐ、あ、もう無理だ、みたいな。ダーリーやってらんねえよって。ならなかったんで、まあ、とりあえず、ね、普段から言って、僕、クソ筋と同じ B 型なんで、まあ、ね、続けてやろうかなと。で、辞める理由がなかったっていう、それだけですよ。で、3ヶ月で、まあ、約100本ぐらい、まあ、90本ぐらい、まあ、動画を上げました。まあ、そこでも伸びなかったんですよ。で、僕は動画の内容を考えたんではなく、編集やったことなかったんで、じゃあ次に、ビジュアル系、まあそこそこ詳しいかどうかわかんないですけど、まあビジュアル系ね、聞いてたっていうのもあったんで、自分でこうやって、普段と同じ動画ではなく、映像、写真ではなく、映像と映像を組み合わせた編集って、できるかなと、試しにやってみたんですよ。そう、映像と映像を組み合わせた編集を。そう。で、そこから、まあ少しずつ伸びてった、みたいな。そう。だから、初めの3ヶ月なんて、もう、編集の練習みたいな。
そう、あのカメラになれる、まずカメラになれて、まあ最低カットをして、テロップを入れます、で効果音を入れますみたいな、あとなんか上にこうやって出すじゃないですか、今日のタイトルはみたいな、でオープニングじゃないですけどテレビのザーみたいな、そう、まあ編集のまあ練習みたいな、初めの3ヶ月間は。そう。で、まあ一歩階段を上がるじゃないですけど、写真を使うとか、映像を使うとか、そう。で、組み合わせてみたいな。そう。あ、で、これでできるわ、みたいな。あ、編集こうやるんだな、みたいな。そう。で、できるようになって、そこで続けてって、少しずつ増えてった、みたいな。そんな感じですからね。動画の内容なんて、もう考える余裕なかったですからね。ですよね。だって、ね、素人がさ、こうやって話してるだけですもん。まあ今でしたら、まあ、この後も、まあバンド紹介するんですけど、まあ資料作ったり、ね、こうやってね、出したりできるんですけど、もう3年前なんてさ、もういっぱいいっぱいで、とりあえず動画を上げよう、動画を上げよう、ぐらいしかできなかったですからね。で、ツイッターに、ポストしても、もちろんいいねとかつかないじゃないですか。ね、リポストとかもつかないんですけど、まあでも別に仕方ないでしょうというかね、まあ当然でしょうみたいな。そう。だから、編集の練習だと思って、僕は3ヶ月間、約100本の動画は上げ続けたんですよね。そんな感じでございますよ。真面目な話をしますと。そんなね、機材がどうのこうのとか、あ、マイクですか？マイクなんかねえよ。マイクないマイクない。いらないですもん、そんなもん。ねえ。編集を覚えるっていうことが大事なんじゃないですか。まあいろいろできるじゃないですか。ね、映像だったり写真出したりとかね。って思います。あ、やってみます？ YouTuber になりたいって。きついと思うぜ。まあ自分は生活できてないんで。そう、YouTube 一本で。まあしようと思わないですけど。はい、ということで、またどんな質問にも、答えていこうと思います。で、次は、久しぶりに5チャンネルですね。5チャンネルこちらです。1月の12日、2日前になりますね。今、X 関連で一番面白いコンテンツ作ってるのは、オンリーユーだよな、どうもありがとうございます。閲覧数稼ぎオツ、必死すぎ、あいつよく、動画消されないよねっていうことで、閲覧数稼ぎすぎも何もさ、俺何かポストをすると、皆さん見てくれますもん。別に自慢じゃないですけど、なんでか知らないですけど、いいねつきますもん、コメントつきますもん。そうそうそう、何かを発信しないと、なんていうんですかね、まあ YouTube だけだとその寂しいというか、だから俺さ、何日か前にもう X の2分ぐらいの動画、1分から2分ぐらいのね、あれだけ撮るのにさ、2分とか、2時間とか3時間近くかかんのよ。ね、映像を重ねて編集してるから。そう、かかるんだけど、いらっしゃるじゃないですか、ツイッターで、まあ、X っていうくくりでもいいですし、ね、個人的なメンバーのファンの方いらっしゃると思うんですけど、ね、その人たちのためにというかさ、そう、上げとくみたいな。そう、だから YouTube だけではないんですよね。YouTube プラス、まあ、ツイッターって、まあ、瞬間最高風速なんで、ね、クソジジイがトレンドに上がれば、じゃあクソジジイに合わせてやろうかと。ルナシーがトレンドに上がれば、ルナシーに合わせてやろうかと。まあそんな感じですよ。別に必死でもねえし。で、あいつよく、動画消されないよねっていうことで、それは、つよしさん、僕の愛するつよしさんが、もう何度も通報してます。報告してます。問題ありません。はい、っていう感じになります。で、最後は、バンド紹介に移ろうと思うんですけど、まずは、こちらをご覧ください。D フェストで読み方合ってます？間違ってます？まあ、詳しいことわかんないんですけど、来月の、2月の29日に、新宿の、まあ、知らないライブハウスで、6バンドで、対バンを行うみたいです。で、この6組の中から、今回1組、選びました。で、こちらのバンドになります。はい、皆さんご存知ですよね、タブーさんですね、僕は知らないです。もちろん最近のバンドになります。で、このタブーさん、今回紹介していこうと思うんですけど、まずは、メンバーこちらです。去年ですよ、去年結成されたばかりです。で、メンバーチェンジ、脱退したメンバーも、いらっしゃいません。4人ですね、ボーカルギター、ベースにドラムで、メンバーの隣が、全身バンドです。
で、ギターの方の隣、空白じゃないですか。全身バンドがないです。で、作品の方は、こちらシングルは、3枚だけです。はい、以上になります。僕、YouTube にありますよ。 YouTube に YouTube チャンネルもありますし、2曲か3曲あったと思います。猫をイメージしてるんですかこれね、なんか曲のタイトルとかさ感想ですか。感想はへえみたいな、最近の文系ですねみたいな。聞けなくはないですよ、聞けなくはないですけど、僕が聞いてた VK っぽくはないです。そう、 VK 上手いとか下手とかそういうことではなく、聞ける方も多いんじゃないですか。あのビジュアル系知らない方でも、そう、ビジュアル系知らない方はこういう曲の方が入りやすいような気はしますよ僕は無理ですけど、ビジュアルもそんな感じになります。はい、ということで、忘れてましたよ。こちらをご覧ください。現在、こちらの金額です。ねえ、これ。どこの誰なんでしょうかね。うわぁ、怖いわぁ、ほんと。500人以上ですよね。が、参加してるんですよね。まあ、ここまで来ると、ね、もう数人だと思うんですけど、初め、ね、500人ぐらいが、もう参加してたらしいですよ。はい、いくら、はい、いくら、みたいな。ねえ、本当に。3000万ですか。ね、3000万あったら何しますねえ、貯金じゃないですか、3000万あったら。はい、ということで、これ楽しみじゃないですか。僕楽しみなんですよね。クソジジイのディナーショーオークションもあるわけじゃないですか。僕、ああいうのも楽しみなんですよ。まあ自分が参加するわけじゃないですけど。ね、いくらぐらいまでもう値段が上がるのかと。跳ね上がるのかと。はい、っていう感じになります。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。